ごご紹介ありがととうございまますすソフトバンクの古と申します今回はですね、ネドにご支援をいただきました実証事業について、ですね事例のご紹介という方をさせていただければと思います。まず、ですね自己紹介ですけれども、ソフトバンク、通信会社のソフトバンクなんですけれども、その私の部署が何をしているかと申しますと、研究開発、ロボットの研究開発をしております。 で自立走行ロボットのキューボイド君あの、この真ん中にありますけれども、こちらのロボットのほうをです、ね、開発しておりまして、そちらをベースにです、ね、ロボットの社会実装に向けて、さまざまな取り組みを行っていると、このような部署になっております。具体的にはです、ね、えーまあ、今回の n e のその実証も含めてですけれども、こういったふうなあの公的なご支援を受けての実証、それに加えましてです、ね、えーまあ、多分企業さん向けのご提供であったりですとか、 学会への参加、そしてですね各種ロボットの協議会の参加というところも我々は取り組んでおります。まあ、あの左のこう図にございますけれども、えーまあ、WRS の中で開催されました WRC というあのワールドロボットチャレンジという競技がございまして、その中のフューチャーコンビニ部門というところでですね、えーまあ、3位に入賞させていただくとそういう,ふうなこともございました。えー、さてですね そういった我々われ、ロボットの元気活動をしているわけなんですけれども、今回、根戸様からですねご支援をいただきまして、自動走行ロボットを活用した新たな配送サービス実現に向けた技術開発事業、こちら、先ほどもこの一覧、ご紹介ありましたが、この中のですね一つのテーマとして、弊社と佐川急便様とご一緒して、提案をさせていただきまして、無事させていただくことになったと、そういうような流れでございます。 でですね、えー、よりこのテーマの中で具体的なところと申しますと、ですね、えーまあ、佐川気比さんとご一緒に、そのオフィス街向けのオフィスビルの内外でのその配送サービス、えー、こちらの実現に向けた実証というところを、えー、今回行わせていただきました。えー、実際の場所としましてはです、ね、であの我々ソフトバンクの,あの本社がですね港区の竹芝に、これ、もう2年前になりますか、移転いたしまして、えー、こちらの,その本社の中、およびその周辺においてですね、 えまあエレベーターと連携した屋内での配送およびその行道、歩道での,その屋外の配送の実験、こちらの両方を行っていったと、このようなことをえ実証し,たしました。えー、まず、ですね屋内での,その実証からご紹介していきたいと思います。えー、屋内ではですね、えー、エレベーターとえー連携をして、その階をまたいだ配送を行うと、このような実証をえ主に行いました。でこちらのですねその 東京ポートシティ竹芝オフィスタワーにおいてはですね東急不動産様に管理いただいているわけなんですがこちらの,その東急様に三菱電機ビルソリューション様の提供されるそのビルフィーユというビル管理プラットフォームもございますけれどもこちらの方がもうが導入されております。でロボットはですねこちらのシステムと まあ当然ながら弊社の LT 回線を経由いたしまして、通信して、ほぼすべてのエレベーターに連携して、ビル内を自由に移動できる、このような環境が構築されておるわけですで。こちらの,あの利用しますロボット、キューボイドクに関しましては、先にずるところの、のこれは総務省から、総務省様から支援をいただいた実証の中で,で、エレベーターと連携するという、こういった動作に関してはもう実績ございまして、これらを組み合わせて実現をしていったと、このような実証になっております。 ここで,です、ね、その東京・ートシティ竹芝オフィスタワーの中でどのようにこう物流が行われているかというところ、ちょっとご紹介しておきます。えー、まあ非常に大きなそのオフィスタワー、オフィスビルでございますので、えー、まああの最近、館内物流というところをその特定の,その事業者様が担うというところが増えているかと思うんですけれども、まあ、その例にもれずです、ね、えー、こちらの館内物流は佐川急便様がご担当しておられるというふうなところがあります。 すべての,その事業者様の荷物というものをです、ね、あの一旦その地下の荷捌き場であの佐賀きゅみさんに受け取っていただきましてでそこからの館の内物流はその佐賀きゅみさんを行うとこのようなシステムになっております。で、えー、もう少し細かくなりますとそのフロアごとにです、ねあのまあ、数フロアごとにその拠点というものがございまして、まあ、そこまで一旦荷物がやってまいります。 でそれをまあ弊社側のあの,ものがです、ね、あの連携をしてあの各階ごとの、各部署ごとの仕分けをしまして、で再度、各フロアに配送していくと、まあ、このようなこう仕組みになっておるわけです。で今回はです、ね、その実際の配送オペレーションの中にです、ね、そのロボットをどう組み込むかということを考えるためにです、ね、その中間配送地点からわれわれの部署であるところの地域サイエス室、こちらへの,その荷物というものをです、ね、実際にそのロボットを用いて配送するというところの実証を行いました。 でこの際にです、ねまあ、あの簡単なものではあるんですけれども、あの佐川清美様からこうご意見をいただきながらです、ね、あのバーコードであると非常に良いんじゃないかと、まあ、シンプルなシステムを作ろうというところで,です、ね、まあ、簡易的なその配送指示および通,信通知システムというのを構築いたしました。で、急防衛力のベースになるロボットの上にです、ね、今回、スマートロッカー的なものをです、ね、構築いたしまして、実証に利用いたしました。 まあこのキューボイド君、あのこのロボットに関しましては、すでにこうご提供もしておりまして、あのホームページございますので、まあ、詳しくはご覧いただければというところでございます。えー、静止画で簡単にご説明させていただきますけれども、えー、荷物はです、ね、まず、積み込む場所で、えーあ、宛先のバーコードをこう読み込むことによって、配送指示を出します。そして、えー、一旦た配送が決まりますと、まあ、荷物を積み込みまして、で 移動開始のこれもバーコードの読み込み、これで移動が開始されまして、目的地まで移動する、移動したところで、受け取りの方のスマホにですねあの読み込み用の,の QR コードを送られてきまして、それを読み込ませると、ドアが開くと、このようなシステムを構築いたしました。というところで,で、屋内の方は一旦ご説明終わりまして、屋外の配送の実証に関してご説明したいと思います。 こちらがですね港区の竹芝エリアで屋外、えー、配送の実験を行ったものでして今回はですね信号機と通信を用いた連携を行うことをですね、まあ、それによってその横断歩道を無事通行するというところこの実験に初めて日本でも成功したというところでございます。えー、具体的な場所としましてはですね、えーまあ、あのこちらの三角形のところがですねその 東京ポテシート市竹芝オフィスタワーになっておりますけれども、まあそこから首都高の下をくぐる、まあ非常にあの幅の広い交差点を渡るというふうなルートをこちらでいうところのルート二というまあ記述ございますね。こちらの方がメインの実証のルートになっております。そうですね。こちらが詳細になっております。で、今回がですね、あの具体的にその信号のあの手前のどこでますかというところもあのきちんと設定をしまして。 でそこまで来たところで一旦次の信号まで待つと、そういうふうな制御をかけてです、ね、あの通行を安全にさせております。でこちらがです、ね、その具体的なその信号と連携をするためにです、ね、構築しましたシステムの構成になっております。こちらのです、ね、技術的な部分に関しましては、日本信号株式会社様よりご提供いただきまして、すでにあの 自動のの車両などに関しててはです、ね、実績のある技術だと伺っておりますでこちらと今回です、ね、クラウドからの,その情報を受けて、ロボットと動作する、こちらの部分に関してはあの、初めての開発を行って、実施を行ったというところです。で、こちらですね、あの少しムービーの方をご覧いただければと思います。 こちらがです、ね、その拠点から走り出すロボット、あのご覧のとおりです、ね、非常にこう交通量、人通りの多い歩道になっております。で、あのまあ、このためにです、ね、安全確保のために人をあの配置いたしましてです、ねあの、行いをいたしましたけれども、あの基本的にはこうロボットの,そのセンサーですとか、あのまあ、その検知機能によってです、ね、基本的にはロボットでも安全には走行できるものを、あの我々としては実現していると自負しております。 少しご覧いただきましてあのそうです、ね、この皆様のこう人のおりをご覧いただけると分かると思うんですがあまり気にされず通,すあの通行しておられると、あのなので、まあ、ある意味こうすでにあの、まあ、このエリアにだけかもしれませんけれどもあのなかなかこの需要されているというのかなというのはあの感じたところではございます。こ、えー、こちららでですね信号が赤から青にに変わるところに そしてどこに同期して運行を開始すると、そういうようなことは実現できているのは今回の実証の肝でございます。はい、こちらの方で大丈夫です。ありがとうございます。それに加えましてですね、あの佐賀久美様とのですね、あの実験の中でですね、あの可能であればそのクール便のあの配送ということも検討したいということをご意見いただきまして、今回のその期待がですね、あのまあ冷蔵庫、冷凍庫ですね。 あの積載しして実診を行いましたでこちらの,です、ね、あの中に、えー、衝撃の,その加速度センサーおよびです、ね、温度センサーというものをあの取り付けまして、えーまあ、実際の,その配送、まあ、台車でこう行うものと、まあ、あまりこう、えー、遜色がないなのであのロボットでもその配送には頼るだろうという,ふうな結論が得られたというところでございます。 まあとはですね。そのバッテリーの消費、あのロボットのその移動するロボットの上にあの冷蔵庫を設置いたしておりますので、電気処理、電力の消費が増えるわけなんですけれども、まあそれをこう踏まえた上でもですね。あの、ある程度の稼働時間、あの航続距離というものが確保できるというところは今回確認できたかと思っております。えー、ま、それに加えましてですね。今回、あのまあ、弊社グループ企業でですね。あの、まあ、スマートフォン。 でのその位置確認機能でありますとか、数字機能というところ、こちらの方の開発および検証も合わせて行うことができました。こちらのほうがです、ねまあ、屋外走行ロボット、えー、利用しました機材になっておりますけれども、あのまあ、ご覧のとおり、公道、えーまあ、走行、あの歩道走行のためにです、ね、あのナンバーを取得しての走行となっております。 まあこちらの扱いとしましては、原動機付き自転車のミニカー扱いというところでナンバーを取得するの実証となっておりますで。こちらのロボットにですねかなりあのリッチな構成とあの我々考えておりますけれども、あの非常にこうあの自動運転の車両に用いられますようなあのライダーでありますとか、あのまあ、かなりセンサーなどがこう多く積んでいるような機体になっております。あのおそらくでですすねね今後実用化に向けてです、ね あのもう少しこうシンプルな構成になっていくのが現実的なのかなとは感じているところではございます、はい、でこれはあの、ネ、ま、ド、あ、でもやられたの各社、あの田崎さんもこう同じことをやられているわけなんですけれども、あの実証まではです、ねその、まだその道路道交法の改正施行前ですので、あの実験計画書を作って、その運送車両としての,その保安基準のお話ですとか、まあ、さまざまな手続きをクリアしてあの行ったというのが、まああの 手続きものでございます、まあ、こちらのほうがですね、あのまあ、同行法の改正を経ましてです、ね、もう少しシンプルになっていく、あの各社様ともです、ね、やりやすくなっていくということは非常に期待しているところでございます。えー、こちらのです、ね、実証から見えてきたところですけれども、まあ、屋内配送に関しまして、えー、こちらのほうはですね、われわれも実績が一部あるところではございますので、あの業務に近い運用方法をですね、あの もっとこう検討できるんじゃないかと、あの非常に前向きなあのご反応をいただいております。で、まあ、こちらの中で,です、ね、あのまあ、ただ、インフラ側の整備が必要になる、あの要はこうエレベーターの連携ということになりますと、あのまあ、エレベーター側での,の新しいその機能の追加というのが必要になりますので、あのまあ、ただ、一次事業者がやりたいといってできるものでもなくてですね。 その不動産の開発を行っておられるその不動産事業者様でありますとか、その施設の管理者様との,その協業、まあ、連携が必要になってくるところであろうとは思っております。で、まあ、これはわれわれ通信業者としの立場からですけれども、あのまあ、屋内の通信がです、ね、確保できないと、あのまあ、実現できないあの部分でございますので、まあ、特にエレベーターの籠の中というのは、電波がなかなか入りにくいあの環境になっておりますので、まあ、こちらのところの対策をあのしっかり、われわれとしてもですね、あのご協力しながら、 あの進めてていくこととできればこう普及すするのかなと思っておりますで屋外配送に関しましてはです、ね、あのまあ、信号連携というものがです、ね、非常にあの有効であるというところ、まあ、例えばなんですけれども、そのえー、画像認識をしてその信号をこうあの横断歩道を通行しようという場合にはです、ね、誰か立ってしまった、あるいはそのセンサー、カメラがです、ねあのまあ、何か塞がれてしまったというときにあの、通行がうまくできなくなる可能性がございます。 でまあ、天候の問題もございますでしょうから、まあ、そういったところで、ですねやはりあの通信で行えるというのは非常に有効であろうということを今回、感じたところでございます。えー、まあその一方で、ですね悪いところと言いますか、あのまあ、アンケート、社会事情の調査というところであの調査を行ったわけなんですけれども、どうしてもですねあの不安という声もですねあの20%弱出てまいりまして、こちらに関しましてはですね、 1あの一つの理由があのロボットが次何をしてくるのかどう動くのかわからないというところがあるかと思っておりましてであのロボットの次の動作がど,うどっちに行くのか右なのか左なのか進むのか止まるのか、まあ、こういったものを表示するですとかあるいはその、まあ、音声でそういったものをこう周りに周知するこういったふうなあのところの対策がいるのかなということを感じました、えーまあ、そういったところで,です、ね、社会需要ですとか、まあ、制度あの準備は 当然、社会的には進んでいるわけなんですけれども、まあ、もう少しですねあの屋外をこう走るには、あの精度面、あの機体面、いろいろこう準備が少しいるんだろうなというところを感じたところでございます。で、あのまあ、自動あるいは自立する歩行ロボット、あの理想を言いますと、ですねロボットというのはこう自律的にも自動的に勝手に動いてくれるのが理想ではあるんですが。うん とは言いましても、道交法の改正の中でもです、ね、遠隔の操縦というタイプあの形で,です、ね、その法制とか進んでおりますので、やはりその監視、管理あの、あるいは今回に、ね、あ,ありますような、エレベーターや信号との連携というところの形で,です、ね、通信というのはまあ不可欠であろうとで、ロボットというのが通信の主要なアプリケーションの一つになる、我々のこの通信会社としてのです、ね、非常にこう大きなサービス提供先にもなるだろうというところを改めて感じたところでございます。 であとはですね、これ我々のな、われわあの実証の中で感じた課題のもう一つ、まああの、苦しさ、ペインというところなんですけれども、あの3次元空間情報というところの,あの有効量がもう少しできればなというところを感じました。あの竹芝の,その、東京ポートシティー、竹芝沖沢というところはですね、あのまあ、このムあのビルディングマネージインフォメーションモデリングあのというところの,あの非常にこう先進的な実験もしていただいている場所でして、 あのプラトーあのというあのプラトーもございますけれども、そ,そちらの中で,です、ね、あの事例にも紹介されるのは、非常にこうあの情報、3次元の,その建物ですとか、そういったものの情報がこうある建物でございます。しかしながらです、ね、あの現状、私どもが把握しております限りでは、あのこちらのビルを走っておりますロボット、まあわれのものですとか、 あるいはその配送ロボット、まあライスというグループ機を提供されますものもありますし、あの警備ロボットも走っておりますけれども、それぞれがこう別々にその地図をです、ね、作成しております、あのこの右下のようなものですね。で、さらにです、ね、その屋外を走るとると、また別の地図が必要になるというふうなこう状況でございましてです、ね、あのまあこういったものをです、ね、うまくこう相互に利用できるようなものができれば、あのもう少しロボットの導入の敷居が下がるのかなと。 いうところはあの、今回の実証の中でも感じたところでございます、はいえー、まあ最後になりますけれどもです、ね、でわれわれとしましては、最終的には、一台のロボットがビル、マンションの中まで入ってきてくれる、あの環境、まあ、信号でありますとか、あのエレベーターでありますとか、あるいはセキュリティーゲート、自動ドア、こういったものと連携しながら、ですね一台のロボットがそのお客さんの手元までちゃんと来てくれるような、そういったふうな技術の確立を目指していきたいと思っております。 われわれはソフトバンク、あのグループ企業に、ね、ロボティクスでありますとか、ア、まあ、スラテックというあのロボットをやっている企業もございますけれども、まあ、そういった各社と連携してです、ねあのまあ、創業者の損も申しておりますけれども、スマホという、あのスマホ時代に向けましてです、ねえ、ロボット産業の発展に向け、引き続きえ貢献して,していきたいと考えております、はいえー、ソフトバンク、ルタニカの発表、以上となります。どううもありがとうございましたネイ